Garcia. ピュアフィッシングの、沖原博史です。今回はですね、2021年発売のベルサートを、紹介していきたいと思います。まず最初にですね、この610HS、まあ、これは僕は完全ジグロッドとして使ってます。まあ、もちろんカスミとかだとカバーとかね、そういうテキサスリグとかにも使えるんですけど、ヒバラコだとやっぱりジグが一番いいと思います。まあ、ウェイトは9g から 14g ぐらいまでのジグを、何かにスタックさせて外してとかっていう動作をすごいしやすくなってます。でこれの特徴がまずソリッドティップですね。ソリッドティップにすることによって適度な張りを持たせてます。なのでまあ結構大きめなロックエリア、ちょっと柔らかい竿でやっちゃうとみんな岩にスタックして取れなくなっちゃいます。このソリッドの特徴のこのちょっと張りがあるブランクスによって、揺すってあげるとプルンと外れてくれる。そしてリアクションバイトを誘発できるような竿になってます。ヒバラコに来る際は、ぜひこの1本持って、皆さんもラバージグ、デックスフットボール投げてみてください。お、食った。あら、ちっちゃい。しかもラージフリーリグいいっすね。68、今のフッキング取れました。ちょっと可愛かったけど、ありがとう。次にご紹介するのが、68の MH。 ヒバラコの場合僕が対応するのはこのフリーリグ。シンカーのウェイトは 5g から 10g ぐらいまでをよく使用します。この竿の特徴としては、このソフトなティップ、適度に入ってくれるティップの、特徴があります。それによって魚が食い込んで、フリーリグなんか特にあの竿で追従していくんですね。ラインスラックを取って大きく合わせるので、魚が食った状態で追従してって大きく合わせるので、張りがあると、魚が離してしまいます。それも、このティップのおかげでなくなりましたし、何かにスタックさせて誘うって言った時にスタックした状態を保つのには、このソフトなティップが重要になります。硬いロッドでやると、動かしすぎて外しちゃうっていう現象が起きるので、この竿を対応することが多いです。そして、2分の1オンス以上のスピナーベイトなどもこの竿でやります。その他にですね、霞ヶ浦なんかでは 5g とかちょっと軽いウェイトのテキサスリグなんかも相性がいいと思います。以上です。この 67ML、こういうプラグからなんて言うんだろう、ポッパー、ジャックベイト、クランクベイト、この1本でいけるっす。相当幅広く使えるんで、1本持っとくのにはすごい竿ですね。これね、1本でいろいろできちゃうから。 SSR はこれで全然いけちゃう。 SC もいけます。55も、あとちっちゃい方なんだっけ、あ、6355、うん、どっちもいけます。スピナーベイト、あとは 53MR はこれよりもう一個上のこっちの 66MR のがいいですね。次にご紹介するのが、67の ML。
この竿は、ハドルは全般をカバーできる竿になってます。デックスクランクの55の、SR からこういう52の SSR、 そして、デックスミノーのサスペンドモデル、フローティングモデル、どっちも、そしてあれですね、シャッティングクランクの63、55、小さい方まで、カバーできる竿となってます。これで僕はポッパーですね、デックスポッパーなんかもよく使用しますし、ヒバラコで言うとデックスミノーのフローティングモデルをジャークしてプカーッと浮かせて、またジャークしてプカーッパカッっていうのをよくやってます。よし、来た。いい画像のとこ入れたら一発でしたね。68ML。どうだ。お、ナイス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 。うわ、割れそう。よいよ。よし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 。よいしょ。シャットドラッキングです。68ML。柔らかい竿でジャークすると、ルアーがヌメ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 って泳ぐだけなんだけど、こういうね、ML っていうちょっと張りのある竿でやるとルアーがキビキビッパッパッって泳ぐんで、そういうアクションが出せないとやっぱり釣れない魚ですね。次にご紹介しますのが、スピニングモデルですね。68の ML、これはちょっとスピニングで ML っていう表記なんですね。ヒバラコで言ったら春先のジャークベイト、しっかりトゥイッチさせて、ルアーをですねこう飛ばすようなアクション、これを柔らかい竿でやるとヌル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 と泳いじゃうので、これをパンパンと飛ばすようなアクションができる仕様となってます。秋になるにつれて、こういうシャットキャロというのもヒバラコでは出番になるので、この辺で僕はよく使ってます。以上。次にご紹介しますのが、66ULS、 ヒバラコでは一番出番が多いんじゃないでしょうか。春から秋にかけてヒバラコではキャロライナリグ、ライトキャロライナリグっていうのはずっとメインになってきます。特徴としてはこのソリッドティップ、これですね。まあ、これによって食い込みを良くさせることと、何かにスタックさせて外して、バイトを誘うっていったことがすごいやりやすくなってます。まあ、僕もキャロライナリグってすごいこだわりがあって自分で作ってたぐらいなんですけども、この竿を触った時にあ、これでいいって思うぐらい、完成度が高いです。ぜひ皆さんもまずヒバラコで1本といったらこれを持ってヒバラコの方に遊びに来てください。当たった。微妙、巻きキャロじゃなくて巻きキャロのカーブフォールだったんです。よいしょ、ちょっと痩せてるね。竿的には超ビンゴなんだけどな、巻いてる感とか、なんつうの、この5グラムぐらいの
巻きキャロにはベストな硬さだけど、魚が元気ないね。次にご紹介するのが、64L ですね。まあこれは桧原湖の場合で言ったら春先スポーンが終わって沖に出始めた時によく使う猫リグ、ウェイトは32分の1オンスぐらいを入れた5インチクラスの猫リグによく対応します。そしてその頃から虫パターンっていうのが桧原湖では効き始めます。その時もこの PE タックル PE にリーダーを結んで、提灯何かに引っ掛けて提灯するっていうキャスト精度が必要なんですけども、この竿はすごい振り抜けがよくルアーのウェイトをしっかり背負えるので、投げやすい、そんな竿になってます。でだんだん秋になるにつれて表層でねワカサギがボイル、ワカサギに対してバスがボイルするっていう時期になってきます。そしたらこういうホローベリーの脳進化ツイッチとかアイジ引きなんかを、よく対応するタックルになってます。まあ桧原湖スモールと言ったらダウンショットですよね。ダウンショットと言ったらこの竿は必需品になってくる。春先なんかはこれでジグヘッドのミドストとかもうこれでやっちゃいます。まあ落としても 1.3 ぐらいまでですかね、まあ、けど 1.8 ベースでいいと思うんですね、まあ、あとは水深によってとかスタックしやすいなっていう時は 1.3 にしてあげたり逆にボトム取れねえなって言ったら 2.5 とかにしてあげてもいいし、お、バス釣った。よし、来た。シューティングですよ。よいしょ。全然魚に主導権ないですね。しっかり曲がって受け止めてくれる。マイクロクローラー3インチダウンショット。シューティングです。桧原湖もだんだん難しくなってきて、このダウンショットもう適当にこうシェイクじゃ食わなくなってくるんですよ。あと僕がこのよくやるシューティング、魚探を見て真下に落としてこの魚に食わせるって言った時にマイクロピッチシェイクって、こういうこのシェイクってぶっちゃけ竿で決まります。できない竿でやったら絶対できないです。僕でもできない。できる竿でやったらまあ誰でもできる、僕でもできる。これが食わせのアクションになるので、タフになってきた桧原湖、秋に近づいてなかなか食わないなって言った時にこのマイクロピッチシェイク、これじゃなきゃ食わない魚は、この 61UL でなら取れるっていう竿になってますね。シューティングの時なんかボトムに、進化つけたままワームだけをずっとする。シンカーを離したらなかなか食わないんで、ボトムから離れないようにそのシンカーの重さを感じるところで緩めて、シンカーの重さを感じる、緩める、シンカーの重さを感じるってところでこうシェイク。次にご紹介するのが、61の UL。 これも桧原湖では1番2番で出番が多い竿だと思います。ダウンショット、これは桧原湖では1年中使います。春から秋初冬までずっと使える竿なんで、桧原湖に来る際はぜひキャロロットと一緒にこれを
持ってきていただけたらなと思います。そしてこの竿の特徴ですが、これもライトリグ全般、まあ、ヒバラコで言ったらマイクロクローラー3インチの猫リグなんかとか、春先なんかはあれですね、こういったホローベリーのジグヘッド、これも32分の1オンスから、16分の1オンスぐらいまでの、ルアーを、僕は2ポンドとか、まあ、2.5ポンドぐらいで、使用してます。ファイとしてもね、全然一見こう柔らかいんですけど、魚をかけたらしっかりここで受け止めて止めてくれて、ファイト時間の短縮にもつながる竿になってますんで、ぜひよろしくお願いします。はい、今回のこのベルサート、タフ製法で作った、感度、そして魚に一切主導権を与えないパワー、操作性、すべてにおいてもうかなり良い出来になってます。ヒバラコでもおすすめのラインナップ、揃ってますんで、ぜひ皆様店頭で手に取って、この凄さを感じ取ってください。はい。 Produced by Abu Garcia.